ブールビールはフランスのコメディアン、俳優、セーヌ・マリティーム県のプレト・ビクマール生まれ。芸名のブールビルは少年時代をセーヌのブールビルで過ごしたところから取っている。はじめは農業で生計を立てるが、その後パン屋を振り出しに様々な職につき、1937年にパリで軍隊に入隊する。除隊後は芸能の世界に入り、ミュージックホール。 オペレッタ、ラジオなどで、ボードビリアンとして、活躍、1945年に、映画デビューした以後、フランスで、最も人気のあるコメディアンの一人となった。1956年のラフェルム・ジュペンズで、ベネツィア国際映画祭団優賞を受賞。1962年の、史上最大の作戦の連合軍の進行に、大喜びする、市長役、百六十四年の、 大追跡をはじめとする一連のルイド・フィネストの名コンビぶりやシリアスな演技を見せた1970年の仁義の刑事役が印象を深い。しかし、フランスの喜劇が日本人にあまり受けないということもあり、出演作品の多い割には、その多くが日本では未公開のままである。1970年にパリ郊外の病院で死去した。ありがとうございます。